1900年後半から2000年初め、先ほど言いましたように繊維会社各社とも大変苦労しました。で、そのことを経験を生かしてですね、造営坊は今のところ至っているんですが、その頃の三重地区がどういうことであったかというのをちょっと見ていただきたいと思います。東洋坊はですね、三重地区と名古屋、まあ、岐阜も含めますとですね、約11の工場がここにございました。他の事業にどんどん変わっております。コスモ電子は今社長がここに来ておりますけれども、そのまま塩浜工場がなっております。1914年頃、この三重地区というのはですね、石油コンビナートがここは繁栄するそれ以前の時代、繊維業がですね、四日市の皆さんに大変お世話になってですね、この頃はですね、4、5万人の方が豊後におられて、三重地区で紡績関係だけで1万人以上の方が従事されたと思います。まあ、それがですね、先ほど言いましたように現在旧工場になりまして、繊維は2社だけ、フィルム、エンプラウイのエンジニアリングプラスチックですね、それから陰気関係、電子部品、医療機器、物流会社、まあ、東洋坊もここへ関与していますが、事業体を大きく変えて、なんとか東洋坊グループとして生き残っていこうと、こういうことを今模索しました。それがですね、約この50年の事業の変遷でございます。会社概要ということでですね、もう今は繊維をやめましてですね、高機能製品メーカー、まあ、資本金は500億、それから2016年の決算はですね、3300億、営業利益230億。当時から比べますとですね、10分の1ぐらいになったんじゃないかな、価値観からいきますと。しかしですね、今海外の売上がですね、30%。今どんなことをやってるかということで、でフィルムですね、機能膜樹脂。皆さんが飲んでられるペットボトルのフィルムは、8割から7割は東洋坊と思っていただいていいと思います。それからですね、エンジニアプラス、自動車関係ですね、接着剤、それからですね、産業マテリアルでエアバッグで、世界のエアバッグの 40% は実は東洋坊です。スーパー繊維なんかもそうですね。それからヘルスケア、バイオとかですね、人工透析膜、それから繊維は今残ってるんですが、実はですね、東洋坊がですね、昨今ニュースで見られたと思いますが、サウジアラビアがですね、大改革を今されています。サルマン皇太子がですね、去年、日本へ来て日本の業界と話をされました。実は20社ほどある呼ばれた会社の中で、日立さんやパナソニックや三菱重工や超そうそうたる会社の中にこそっと1社だけ東洋坊が入ってるんですね。私もですね、大臣の随行員でサウジアラビアへ行きました。もう私自身は100回以上サウジアラビアへ行ってるんですが、なぜかというとですね、皆さんニュースで見られたと思いますが、この白い記事ですね、サウジアラビアの男性の服、頭部といいまして白い服を着ていますが、このシェアの7割が東洋坊なんです。でもう一つは先ほど言いました海水淡水化装置、サウジアラビアの2000万人、それから海外から来られている方の1000万人、一応サウジアラビアの人口は2200万人、トータルで3000万人と言われていますが、この方たちの7割の水を東洋坊の技術で供給していると、こういうことでサウジアラビア政府からそのメンバーに入れていただきましてですね、今サウジアラビアで新たなプロジェクトを立ち上げようとしております。さすが、先ほどインドの方からもがここへ留学されているし、インドに企業の誘致ということはありますが、インドもこれから水が大変重要になっています。で東洋坊も今インドにですね、このプロジェクトを推進しようとしております。で東洋坊石という名前があったんですが、今から8年前に石という、まあ、皆さん坊石って言ったってもう今変換で出てこない練炭とか茅と同じようになってしまったんですが、しかしこの紡ぐという言葉がですね、この三重地区にはですね、大変大切な言葉であったということを、まあ、この三重におられる私より同年配の方、諸先輩の方はもちろんよくご存知ですけども、若い人もですね、こういう時代があったということをどっかで、頭の片隅に入れておいていただいたらありがたいと思っております。これが先ほど言った話なんですが、もう少し詳しく言いますと、工業接着剤ですね、大阪の地下鉄のチケットの裏側の接着剤は東洋坊ですね。で工業用フィルム、皆さんが使っておられる iPad とか携帯電話ですね、そのあたりのフィルムは
東洋のシェアが 18% ございます。それからエンジニアプラスチック、先ほど言いましたスーパー繊維、バグフィルターはですね、これ自動車の排気口とかクーラーのフィルターをここで作っております。で、先ほど言いましたようにバイオ関係、機能膜関係、医薬というようなことでですね、東洋坊がもともと持っていた技術をそのまま使っているというのが我々とこの事業の、まあ、いわゆる特徴ですね。どっかから M&A をやるとかそういうことはあまり東洋坊得意じゃなかったんです。で、今やっと東洋坊が BBB、BBB から A のマイナスまで上がってまいりました。ということは銀行さんだいぶ信用してきてくれたんですが、やっとここへ来て、企業銀行から金借りて新たな M&A へ行けると、いわゆる我々の企業というのはですね、新しい商品を出すことと財務体質をきれいにする、この2つがですね非常に大切な事業であります。なかなか学生さんにはピンとこない話かも分かりませんが、企業を運営されている方は何人かおられると思いますが、財務体質と新たな挑戦、この2要でですね、どういう形で事業を運営していくか、これはまた学生さん企業に入られる方は何人かおられると思いますが、5年後10年後20年後皆さん必ずそこで苦しまれ悩まれると思いますが、こういう話昔聞いたなということを今日はちょっと頭の中に入れておいていただきたいと思います。特にですね、エアバッグはですね海外5工場で作っております。自動車産業のあるところでは必ずエアバッグがいりますので、エアバッグというのはですね、もともとはハンドル、運転手の前だけだったんですが、今ご承知の通り、窓からもエアバッグが出てきますし、膝も出てきますし、両サイド出てきます。エアバッグの所要量というのはこの10年間で、10倍に増えたと思います。このエアバッグがですね、我々は当然ながら織物ですのでね、今これは事務所以外なんですけども、先ほど紡績工場が戦前は海外に20いくつ、戦後もあったんですが、ほとんど紡績工場はなくなりました。で、代わってですね、スペインで試薬、それからドイツで先ほどブレスエアというのはクッションですね、エアバッグ、エンジニアリングプラスチック、接着剤、中国でもエアバッグで、インドネシアではですね、包装用フィルム、これはお菓子を包むものも、それから赤ちゃんのおむつを包むフィルム、すべてにフィルムは、包装用フィルムは使われます。それから先ほど言いましたサウジアラビアですね、で、メキシコ、この辺りは当然ながら自動車産業、アメリカももちろん自動車産業ありますので、エアバッグが出ております。こういう工場がですね、出てですね、まあ、今日のテーマですけど、この四日市地区から出てきた東洋坊がですね、こういう形で今なんとかグローバル展開をして、サバイバルをしていると、こういうことをですね、また学生さん並びに四日市の皆さんにもご理解いただきたいと思っています。しかしまだまだ昔のような一流会社に戻っておりません。3000億や5000億の会社は今5万とあります。ただ利益率、それから財務体質、このあたりも含めて財務体質はだいぶ良くなりましたが、やっぱりですね、若い学生さんに知ってもらうためにはいろんな工夫を考えていかなきゃならないと思っておりますが、まあ、これからまたどっかで東洋坊のことを商品、ペットボトル持ったら、あ、このフィルム東洋坊じゃないかなというぐらいは少し考えていただいたらありがたいかなと思っております。最後にですね、これは渋沢さんの言葉ですが、理に従えばすなわち豊かなり、欲に従えばこれ危うしと、もう読めばわかると思いますが、東洋坊の社是であります。で、不利を追わずという住友家の言葉もございます。各社がですね、いろんな言葉を社員なり地域に根付かしてですね、企業理念を守っていこうとしております。東洋坊はですね、まあ、三重地区から出てですね、まあ、そういう気持ちをですね、しっかり持って、不利を負わず、未だに、まあ、社会的な制裁を受けるようなことは未だになっておりません。やはり企業としてですね、社会に貢献して、それから次の世代にも貢献できる企業にあるためには、儲けよりもですね、その地場にどれだけ貢献し、海外の貢献するか、サウジアラビアに行きますとですね、東洋坊は大変優遇されます。パスポートコントロールではですね、東洋坊行っただけでほとんどフリーパスですね。やはりですね、企業がしっかりとその理念を守り、地域に密着するということがですね、非常に大切だということは、ここ10年学生さんもいろんなニュースでお分かりだと思います。そのあたりはですね、この渋沢栄一さん、
もちろん伊藤電子さんもですね、このあたりのことはしっかりと肝に銘じてですね、従業員その他に奮闘奮示されてきたはずでございます。高校野球の時だけですが、ベンチ前にこれを出しております。春と夏、皆さんの出身の高校地域あると思いますが、春と夏ベンチを見ていただいたらそういうものマークありますので、その時にはですね、4月の末に佐藤陽男はこんなこと喋ってたなということを思い出していただいたらありがたいかなと思っております。ご清聴ありがとうございました。